こんにちは、福山一恵です。職場関係のカウンセリングを受けてきました。聞いてくださいね。お母さんを使わせてもらうと、だからそれもパターンにしとけばいいんですよ。そしたらパターンにしてるっていうことは一貫性があるっていうことですよね。一貫性があるということはね、矛盾が出てこなくなるっていうことです。あの人はちょっと無理だよって、お母さんの施設に行かないといけないんだからっていう話が広まるんですよ、ね。で別に、それが嫌だったら他の嘘を考えればいいわけですよね。でもこのね、お母さん、はっきり言ったら子供ってね、僕ね、親のせいにしとけばいいと思うんですよ。わかりますよね。親のせいにして罰当たりませんかって、いやいや、そこまでひどい嘘じゃないでしょう、ということですよね。だいたいこういうのを無理やり押し付けられる人、ね、っていうのはだいたいいい人で真面目なんですね。そしてそれを、今まではずっと良かれと思って聞いてきた過去があるから、今回も言ってきてるだろうということが予測されるんですよ。最近はね、その僕のカウンセリングを受けたり、本読んで勉強したりとかして、あ、断っていいんだな、逆に断るのが自分に優しいっていうことなんだなっていうことが分かったからよかったけど、例えば去年は、3年前は、5年前はそういうことも全部、いいですいいですって、良かれと思って言ってたんであれば、それはそう言ってくるのは当然だと思うんですよね。だからこういうこと起きた時は、同じ職場で以前の私はこういう時だったらどうしてたかなと。どうでしたか？あなたは職場関係の人間関係に悩んだりしていますか？多分この YouTube を聞いてくれてるっていうことは、そういうことで悩んでいるのかもわかりませんね。そして私はカウンセラーの先生にカウンセリングを受けて、人を動かすという本を処方されて勉強しました。そうすると人間関係がすごく良くなってきたんですよね。そしてそのブログも書いていますので、よかったら覗いてみてくださいね。下の説明欄にリンクを貼っておきます。最後にチャンネル登録もお願いしますね。それではまた、福山一恵でした。